ちは。こんにちは。今回は新しくなったモゾ店のユニークパーク、ハッピーユノーマライフのご紹介です。メンズスタッフの中村です。メンズスタッフの野田です。こちらのテーマでは2020年新しくなった生活様式をさらに快適に過ごしていただけるアイテムを集めたり揃えております。それでは早速ラインナップをご紹介します。まずはこちらエコバッグファッションのコーナーです。レジ袋が有料化されて最近だとエコバッグも必需品になりましたよね。そうですね、コンビニとかだとすごく一番困りますよね。男性の方とかでもコンビニでエコバッグ使われる方すごい増えましたよね。結構エコバッグもこうファッションの一部にできるようなおしゃれなエコバッグがたくさん揃ってます。中村さんだったらどれ選ばれますか？そうですね、何でしたらこの辺とか選びます。結構普段使いもできそうなんで肩からかけれてすごい便利だなと思いました。確かにこうデニムとかに合わせて普段使いしてもかっこいいですよね。こう男性の方でも女性の方でもこう選んでいただけるようなたくさんの種類を揃えてあります。それでは次のコーナーに行ってみましょう。はい、続いては見せる収納のコーナーです。はい、最近だとリモートワークとかされる方もすごい多くなってきたと思うんですけども、なんか収納として使うだけではなくて外に出しておいておいてもおしゃれにインテリアとしても使えるような収納ボックスとかをたくさん揃えております。この本とかパッと見何に使うか分かんないですよね。そうですね、これでも実は、はい、下に蓋がついててここを開けていただくとこういった形でペンとか定規を収納できるおしゃれなインテリアになってます。そうなんですね、はい。あと今最近だと DIY とか流行ってるんで、はい、まあ、工具とか入れていただいてもかっこいいかなと思います。確かに DIY だったらネジとかこう細かくてすぐなくしてしまうようなものもこういうちっちゃいおしゃれなのに収納できたらいいんですよね。はい、そうですね、こちらのボックスとかはおしゃれで結構こうファッションの一部として持ち運んでも使いやすいのでパソコンとか入れて外のリモートワークの時とかにもすごい使いやすいかなと思います。どうもたくさんあるのでおすすめです。はい、それでは次のコーナーに行ってみましょう。次はインテリア調理家電のご紹介です。おうち時間が増えた今おしゃれにおうちご飯を楽しめるアイテムを取り揃えております。石井さんはおうち時間が増えて料理される機会多くなりましたか？そうですね、やっぱり前よりも家で料理すること増えたんですけど、はい、なんかこの中でも私特にこのフォンデュメーカーとかすごい気になりました。これフォンデュメーカーなんですね。そうです、なんかこの上でこうチョコレートフォンデュとかチーズフォンデュとかこう溶かして使っていただいたり、こう下でチーズとかも溶かせるんですよ。でこう上で焼いたやつとかをこのチーズとかにつけて食べられるみたいです。いいですね。もうなんかこういうのがあったらもっとおうちご飯楽しめそうだなと思いました。では次のコーナーに行ってみましょう。はい、はい、最後はニューノーマルファッションのコーナーです。はい、今の時代に合わせたエプロンやマスクなど新しいおしゃれを楽しめるようなアイテムをたくさん揃えております。この後も実際におしゃれのマスク首から始まってますよね。そうなんです、ただマスクだけなんですけどマスクストラップをつけることで食事の際とかにこのままおかずに下げておけるのですごい便利です。マスクストラップもデザインとかカラーもこんなにたくさんあるので選ぶのも楽しいですよね。そうですね、服装によって選んでいただけると思います。はい、そこで今回私たちはコーヒーブレイクとリモートワーク、ショッピング3つのテーマやファッションに合わせたニューノーマルファッションをご紹介いたします。それではどうぞご覧ください。
ただきありがとうございます。この店のインスタグラムの IGTV の方でアーハッピーニューノーマルライフをさらに詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。